写真送ってくれた。めっちゃあれ可愛い。何十個も同じの届くよ。毎日帰る。これはこんあの行く日とか。アバター追加。ひよしさん、なんだっけ、フラワーショーありがとうございます。なんだっけ、ゴールデンウィークの時に。ゴールデンウィークっていつ？5月？うちらゴールデンウィークじゃなかった。レッスン。え受注やったはずやけど大丈夫。ああそういうこと、だから注文された分作る。ああなら安心安全。わかんない。でも買ってさつけるかなっていう。どうしよう、絶対自分では帽子買わないんだよね全然。確かに。でもあのスウェットでしたっけ、あれいいね。いやあれはマジか。え後ろは普通に生無地なのかな。グッズ感なくないですか、宮脇さんの。うん、それがめちゃめちゃいい。もう作りたいものを作ったんだよね。うん、いい。ヤマハミハ、あ、それです、それです、ドンネさん、花束ありがとうございます。それを達成したからアバターがあれ、うん、みんなもらえるんですけど。北海道のジョー W さん、初見ありがとうございます。 T シャツとかバーガー、そうですね、 T シャツとスウェット。マックスさんありがとうございます。ウホイホーさんもありがとうございます。ありがとうございます。 YSA さんありがとうございます。サイダーさんありがとうございます。ありがとうございまして。ミスター顔出して、あ、ミスターさん自分の配信でやってます。こっちで、こう、イエイ。アバターばっかりいらないだってディスられた。まあでもその都度その都度。確かに。まあお気に入りのをね。うん、確かに。つけていただいて。限定だしね、このあれ、なんていうの、ゴールデンウィーク。好きや、ありがとう。アバターって作りやすいんじゃない？あ、前髪、あ、切ったんですよ、うん、自分で今日の朝。最近もう自分で切っちゃうようになっちゃいました。ずっと前髪は自分で切ってる。やっぱ自分の方がいいですよねと思い始めました、うん、なんか納得いく髪にできる。なんか美容師さん言いづらい、もうちょっと切ってくださいって言って、もうちょっとの加減がすごい人もいれば、うん、あー分かる、人によるよね。もうめっちゃもうミリ単位で一回一回切ってくる人もいるから、あーもう最初大丈夫でして、切りすぎてめっちゃここになっても、あ大丈夫です。誰だっけ、誰かなって言ったの、ハッツか、うん、なんか前髪もお願いしますでじゃあ前髪ちょっと切っときますねって言われて、うん、はーいって言ったの。でもちょっとってさ、うちらの加減だとほんとミリじゃん、うん、こんぐらいいかれてやだ全然ダッス絶対やだ。それで公園とか出たくない。こうなってさ、マスカ終わったやだめっちゃ伸ばしてた、こうやって必死にやだ。でもアイドルの前髪は、うん、なんか本当にアイドルのことを理解してる人に切ってもらいたくないですか。だからメイクさんとかめっちゃ上手な方いるんですよ。切ってもらってみたい、メイクさんに。そう、本当にえ、ないない。そう、撮影の時も切ってもらう。ここの触覚は一回やってもらったことある。マジでうまいよな。撮影の時に長かったからちょっと切ってもらいました。ゴールデンウィーク限定お茶豚いただきました。やったー、あやねちゃんありがとう。あやねちゃんあやねちゃんしゃん、あやねちゃんありがとう、ありがとう。言いづらかった。今からしたいなと思ってるんですけど、一生始めさせてくれなくて。そっか、劇場のパフォーマンスに惚れた、ありがとう。かえちゃんツイッター見ましたか。見てない、ありがとう。何何言ってました。リンゴリンゴアレクスリンゲストさん、結婚してスタンプありがとうございます。明日髪型どうしよう。さん花束ありがとうございます。花束のかわいい。よいにょんにょんにょんね。これタンバリンかわくたいそさ、ありがとうございます、はい、あの韓国人の韓国の人のにゃーの1、2、3のやり方滑らか2、3 日本で結構韓国かぶれをしてる人は、うん、韓国にさめっちゃ好きすぎて、うん、自分がもうそれっぽくなってる人いるじゃん、
寄せてんのか分かる。真正面でこうじゃなくてちょっとこう、うん、こうねちょっとこう分かる。いるよね。いるわ。レイちゃん2番目に可愛いよだってどういうこと、うん、ヤンミーさんだるまありがとうございます。もうね、特茶飲んでるだけでねダイエットしてる気になるんだよね。だから飲んでます、うん、私は。県民賞よこちゃん出るの本当ですか。知らなかった。みんな県民賞出てる。みんなでやりたいね。うん、嵐のせとかこういうことありがとうございます。チームエイトの番組じゃないですかそれは言い過ぎ。ジュドさん結婚してスタンプありがとうございます。ジューンブライド結婚してスタンプとかあるんだ。ジューンブライドじゃん。6月はじゃんじゃじゃんじゃじゃじゃん。なんかドラマ最近見てます、うん、見てないですよね。もう見れなくないですか。テレビ自体見てない。もうニュースもわかんない。ニュースは LINE ニュースとかで全部見てる。でもほぼ芸能系しか私流れてこない LINE ニュースなんかいろんなの見てるけど本当になんかもう見ようと思っても家帰ったらなんかネットショッピング何ネットショッピングじゃなくてあの深夜のショッピングのやつしかやってる時間にしか最近帰れないからね、うん、なんかさあれじゃない、なんか別に帰ったところで、うん、なんかもう1話から見てるわけじゃないからさ、うん、別に確かにでも全部撮ってんだよ一応。えらい。何撮ってたっけな。恋はディープに撮ってる、うん、あとそんなのあるんだ。そう、あの石原さとみさんのやつ。確かあっ、分かった。確かそれこの間、なんか、一昨日、昨日ぐらいなんか海のやつのなんかやってません。そうそう、なんか分かったかもしんない。人魚姫のなんか関わってるやつよね。分かんないけど、一回一瞬見た、どっかの回のそう何話か分かんないけど一瞬見た。あと、コントが始まるっていうやつもあって、それも面白そうだなって一回目からちょっと。あと、なんだっけ、ネメシスみたいなやつ。そんなのある。あの広瀬すずさんのやつ。めっちゃなんか豪華じゃない今回。今回今回そうあるんだけど、すげえ全然一個も見てない。なんか最近もうずっと映画見てる。確かに私もう一生タイタニック録画してて一生見てます、うん、待って今日何日。あ、大丈夫。今日金曜日。金曜ロードショーだけ録画してる毎週。明日はあるんですか。明日いつだっけ。明日何日、何曜日。今日水曜日。あ、そっか。今日火曜日。いや、今日水曜日。今日木いつも分かんないよ、もう。もう本当レッスン見れるのか分かんないよ。どうしよう、なんか見ないとか。で、Hulu にさ、入ってるからさ、うん、いろんなの見てる。有料会員ですか Hulu。 有料会員かもしれない。すげえ。あ、家族系、家族ファミリーパックみたいなやつか。で、1個で行けたんだよね。いいな。パパがあれしてたら、あの家のなんか家のパソコンじゃない家のテレビでもつなげれるし、すげえ見れるしみたいなやつで。ミッサーさんのパパ本当にミッサーさんって感じ。めっちゃ似てる。レイちゃんのママもレイちゃんだよ。てかみんな結構似てるよね。みんなそのままですよね、メンバーの。なおちゃんのママとかめっちゃなおちゃんだよ。見てみたい、見てみたい。マジでもうね、秒で分かったもん。なんかそんなに、なおのお母さん来てるでって、うん、言われなくても、はいはい、あ、絶対なおちゃんのお母さん、あ、ありがとうございましたって言って、なおちゃんお母さんいましたよねって言って、うん、いた、すげえ、めっちゃ似てましたよとか言って、すごい、めっちゃ似てた、マジで一瞬で分かったもん。すごい。ヒロシさん、フラワーシャワー、カバキツさん、バラ、ドンヌさん、ハト、ジュさん、かっこいいスタンプありがとうございます。ケイさん、ありがとうございます。タイタニックいいよね。リンゴリンガーリンゲストさん、ありがとうございます。タイタニックいいよね。いや、本当にいや、でもさ、いや、もうタイタニック見たら、なんかタイタニックいいよね。いいよね。本当に、なんかもう本当に映画館で見たい、うん、タイタニックは。タイタニックってでもさ、わかるわ、もう全女子が、うん、全女性があの映画好きな理由が分かった。分かる。もう初めて見たんだけどさ、この前、うん、なんかきっちりちゃんと見たのはあれ初めて。最初から最後あるみたいな。そう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 。なんかちっちゃい頃なんとなく見てたわ、多分あれけど。はい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 。いやもう、ね、あれはもうさ、それはもうあれ見た人は絶対、あれ見た女性は絶対レオ様に恋をする。みんななんか素晴らしいで。うん、
何が素晴らしいか言えないんですよね。ローズも可愛いし、そう、なんかもう物語自体ももちろんすごもう物語自体がね最高なんですけど、なんていうの、出てる人、ね、いい役どころをしてるよ、みんなみんないい役どころなんだよ。タイタニックつまんないだろうなと思って見に行ったら号泣した。いや号泣するよね本当に。あれはマジでほんまにそれ、いやあれは本当に全世界、もうあれは本当になんかもうあれはもうさ、ね、全員見てほしい。あれなんかもう一家庭に DVD 渡していきたい。クヨシさんなんだっけ、フラワーショーありがとうございます。いやレオ様はね本当に船の先端好きなんですか。そういうでもあれはできないよね、うん、もう怖すぎて。やっできない、あやってみって言われても無理。支えてくれる相手がいない。てかもう絶対死んじゃう、無理だよ。もうさ先端に、ね、待って待って絶対落ちっからって言うよ。絶対怖い、絶対落ちっからって言うよね。だってさ、いや無理っしょ、一歩間違ったら死にますよあれ。曲も A B 食いたいのよって聞こえるやつ。いや本当にあれはね、もう何十回見ても飽きないね。立ち見で4時間見た。え、映画館で。なんで立ったの？立ち見映画館。すげえ、立ち見映画館すごい。ユウさんもかっこいいです。なんかさ、なんか顔面がとかさそういうことじゃなくて、なんかもう性格が素晴らしいよね。いやもう一つ一つの行動が。人としてすごくない？うん、もうすごい。素晴らしいよね。もうあれはね、なんて表せるのか分かんないの。人として素晴らしいよ、本当に。なんか本当の愛って感じ。タイタニックのような恋してみたいですか。いやもうあんな恋できないでしょ絶対。和賀さんならさせてください。和賀さんこっちにも来てる、こっちに同じ人がでしょ、同じ人じゃん。昔は立ち見、あれ立ち見の描くのがあったんだ、すごっ。え、ずっと立っとくのきつい。だってポップコーンも食べ、あ、立ち上がる食べるの、こうでしょ。ポップコーンは最高だよね。バター醤油しか買ったんだから。バター醤油おいしい。かわいいスタンプ、バラ、アンナさんありがとうございます。明日髪どうしようかな。結婚してギフトなんかあったっけ、投げた、ありがとう。妹がタイタニックのビデオ買っていたけどビデオできやな。惜しい。明日どうしよう髪。え、人と同じで座れなかったら立ち見、え、できるんだそんなこと。ドラマチックですよね、確かに。ドラマチック確かに。わずか4日間の物語、いやすごい。でもあれがさ、あの壮大さが4日間だったって考えると、うん、濃ゆい4日間すぎる。濃ゆいっていうかもう、いやそりゃ忘れないわあの年齢になって思って、うん、いや本当に。逆に忘れたらもうそれ以上の。でも最後のあそこが好き、あの宝石捨てるとこが好き。あのおばあちゃんになって、そうそう、本当は持ってるけど、なんか持ってないよみたいな、うん、もうどこにあれ以来つけてないわみたいなやつじゃん、うん、海に流されたんじゃないの、うん、みたいなね。あれ以来あれもうあの時つけたのはあの時だけで、うん、みたいな。あー確かに、あの絵を描いてもらった時だけつけた、そうそう、重すぎてしかつけてないわみたいな、うんうんうん、それっきりみたいなこと言ってたからさ、うん、あーじゃあもうどっかに行ったんだと思ったら最後も、うん、持てるかーいっておばあちゃんになって、それも船の先端に投げたし、しかもさめっちゃあのなんて言うんだろう、若い方のローズに寄せてるから、うん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 、あのおばあちゃん役の人が、はい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 、だからめちゃめちゃそのまま年取ったみたいな、うん、綺麗ですよ、なんかあはみたいな、ね、で捨てるじゃん、こう見てあもういいやみたいな、パチョンへって捨てるじゃん、かわいいへって言ってますよね、言ってるよね、かわいい。あれがめちゃめちゃローズすごいなと思った、さすがだわ。会話が女子ほいだって。キヨシさんレインボーシャワーありがとうございます。レインボーシャワーって何？レインボーシャワーって何？めっちゃ壮大なもの。フラワーシャワーありがとうございます。こんにちはこんにちは。キャラメル味、キャラメル味さ、なんか甘い甘いなって思って、うん、飽きません？すぐ、うん、飽きる、わかる。塩も飽きるしね、わかる。でも塩はさちょっとさ、うん、味が濃いのと薄いのあるからさ、あ当たり外れって思いながら食べ る, それぞれある。でもねディズニーのねポップコーンは全部当たりなんですよね、わ、うん、かる。もうあそこで食べるから美味しいんだよ、ね、バター醤油めっちゃうまくない？バター醤油めっちゃうまいんだけど、あれやみつきになる、毎日食べれる、入ってね、な食べたくなってきた。
入ってビッグサンダーマウンテンの方に行く途中に確かバター醤油があってさ、はいはい、めっちゃうまかった。いつも成り行きで買ってますポップコーン。行って近くにあったら買う。マジ、うん、なんか、あとあれ美味しかった、コンポタージュ味。そんなのあるんだ。あとなんかカレーとかもあるみたいな。え、ある。食べてみたい。カレーブラックペッパーがめっちゃ美味しかった。食べてみたい、ブラックペッパー。そう、でもさ、あれ欲しいよね、あのバケット、ポップコーンバケット。え、どんどんあれあれ、あの形がいっぱいある。あ、はい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 、あのキャラクターの形になって。そうカズトシ先生さん、ありがとうございます。え、チョコもある。え、すげえ。ヒヨシさんで、じゃあフラワーショー、ありがとうございます。ガリガリ君カレー味。え、あるの。え、コンポタあったよね。でもヨンミンさん結婚してスタンプ、ジョクスノーさんレインボースター、竹本さん結婚してスタンプ、ありがとうございます。来世で結婚しよう。レイちゃんって女の子だったんだね。だって何に見えてたん。全部同じコメントするやん。あ、マジですか。うん、レイちゃんって女の子だったんだねと。ねえ、女の子。こんにちは、隣の席の普通の女の子の雰囲気を持つ方ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。それは美味しい。ナポリタンもあるんだ。カリバリバリ食べた。どんな味するんですか。めっちゃナポリタン氷っていうみたいな味。そんなコンポタもなんかコンポタ氷みたいな味。なんかめっちゃコンポタみたいな。うまい棒のコンポタ食べたくなってきた。あ、わかる。うまい棒食べたい。明日本番、本当になんか緊張する。明日感ないんだよね。夕晩は確かに、こんばんはでもないし、でもこんばんはでしょ。もう女の子感もかますよね。だって女の子なんだよ私は。あ、女の子でした。あ、お疲れ様です。わ、ぴょんさん、え、髪黒い、かわいい。黒い、いい写して。今配信してた。あ、そうなんだ。そうだ。え、髪黒いのかわいい。すごい、服と同じ色だ。ちょっと紫入ってね。ピンク。ピンクか。ピンク。あ、え、ほんとは光にゃん。ここなんか、そう。やばい、事故。さっきからティッシュケースの中にめっちゃ入ってる。入る。二人でウェーって言われて。そう。ずっとこれ、ティッシュケースの中。ガリガリ君、ジンギスカージできないから。え、すごい。できないよ、あれは。かわいい。こんにちは。ケースさんね。これで、これでツインテールして。フラワーショーありがとうございます。これでツインテールしてね。もうファンの人めっちゃ。やばいね。え、これ黒に染めたんですか。そう、なんか光当たったらいい感じにピンクになるようにしてください、うん、確かに。え、でも紫にもちょっと見える。イエイ、ピンク紫かわいい。黒は染めたことないの。染めたいですよ。黒めないの。ポゼですね。染めたい。え、でも染めたんですか。ピョン、そうです。逆にどうする。シノンさん、リコシティスタッフありがとうございます。プルコミ、でもめっちゃサラサラですね。 いつ染めたんですか。昨日。出来たてほやほや。出来たてほやほやだ。すごい。やったね。え、昨日。これ見せようかな。え、それやばい。え、それ何。はにゃ。あ、あれか。え、見たい。え、嘘、見たい。見たい、見たい、見たい、見たい。写真撮っとこう。ここね。ここ映んない。うん。いや、でもこれ来たじゃん。LINE で。え、来た。え、あ、でもあれ位置来たよ、これ。これ。でも違うよ。来ました、来ました。え、びっくりした。うち携帯どこ行ったかも。あ、これがあれだよ。で、これでやるってことですね。あ、うん。みんなが考察してたの。これは、あれだよ。あ、ニコ生始まったって。おう。4か。あ、だからなのか。あ、だから、うん、なるほどね。今日やってたよ、ね、うん、はい。クロピョン氷、イエイ。クロピョン、ピョンさんです。そう、なんか腹黒みたいに言うのやめてもらって。あ、配信してたんですね、ピョンさん。ただよ、ジ・オーディショーってのが正式名称。オーディショー、そうだよ。オーディションとショーをかけてる。オーディション。稽古の途中に言われた。皆さん、オーディションなんでって。
言われてない。オーディションだよ。オーディションって言ってます。うん、ショーって言ってる。ああ、偉い。なんでショーなんと思ってた。オーディションの、オーディションがなんかこういろいろ巡りに巡っていくっていう、オーディションかけるショーなんで。オーディション明日緊張するよ。緊張っていうか不安、不安っていうかね、なんだなんだなんだこれ。プレミア会員じゃないとすぐ切られるよ。ぜひプレミア会員になってくださいね。すぐ切られるんだ。それは泣く。懐かしい。あ、確かに。でも真っ暗ではないですね。めっちゃいい。なんかめっちゃちょうどいい感じ。でもちょっと暗くなりそう。ステージでさ、光が当たったらちょっといい感じになる、見えそう。なるかな。めっちゃいい感じ。お腹空いた。マジで。今日何時起きたんですか。何時起きたんですか。めっちゃプライベート情報。今日はね。今日は何時に起きたかな。きょんさん K に会ってるんです。そうそう。何日ですか。明後日。8時半に起きたよ今日は。早ー。もう9時に目が覚めつつ、ずっとベッド上で。ベッド上。ネットサーフィンして、ネットサーフィンして、で10時急に急に昨日めっちゃしてましたよね。そう、昨日40回ぐらいしてました。連続で。あのあれです、あれです、あれ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 です、あれです。ああ、あれで頑張ってました。楽しみにしててください。チームメイトめっちゃレベル高いですよ。もうみんな爆笑。え、なんか見てほしい、見てほしい。もう、行きたかったんだけどさ、ね、スタッフさんに聞いたらさ、ダメ、もうちょっと席がないですって言ってた。そう、8、あ、ごめん、8はね、私ね、ゲストさんでめっちゃ好きな、みんな知ってるですよね。知ってるです、うん、そう、やっぱりめっちゃ見たい、見に行きたいねって言ってたね。やっぱりそうけど席がなくて。見たい。無理だったー。めっちゃ見たかったな。ゲストさんも衣装ってあるのかな。そう、ジンジンさん。え、どうなんの。自前じゃない。自前じゃない。自前じゃない。見たい見たい。だから布足してもらうとか。それはないか。それはないか。スカートなのかな。え、いや、それはないでしょ。それはそれ用にさ、しのぶさん作るかな。作りそうじゃない。さすがに、さすがに。だってさ、最強ツインテールとかもズボンの人いるじゃないですか、あんな感じであるのかな。最強ツインテール。あれ着てるの。そう、似合う似合う、めっちゃ似合う。可愛い。サロペットです。絶対可愛い。絶対可愛い。絶対似合うじゃん。サロペット絶対可愛い。え、でもさ、ガガちゃん絶対やばい。スタイルめっちゃいいから。見たいな。一緒に勝ちたくない。スタイル良すぎて。え、絶対、だってめっちゃスタイルいいですよね。早く見たいな。みんな、見たいな。ゆるちゃん会長さん、フラワーショーありがとうございます。こんばんは。楽しみな感じ。今日は久本さんで、確か。フォエイトは春の愛さんです。あ、そうなんだ。めっちゃいい方。うめっちゃいい人。もうね、うち会ってないまだ。めっちゃ素敵な方。あー、ママさんもスタイルいいよな、絶対。うん、なんかみんなめっちゃ、やっぱ芸能人の方ってさ、レベル高い。早いよ。もうみんなレベル高すぎる。自分もだぞ。みんなレベル高い。あとめっちゃ可愛かったね。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛くて、みんなで。めっちゃいい匂いやつ。めっちゃいい匂いしさ。変態じゃん。そんな。なんかめっちゃ、めっちゃなんか性格っていうか、人間性がめっちゃ。わかる。なんか、あ、めっちゃたった何分とかね。1時間もない。50分 ?40 分とか、ね、リハーサルでね、ちょっと来てくださったんですけど、めちゃめちゃ優しい。なんか、謙虚すぎ。めっちゃ優しい。この間来たらさ、大久保さんがここで踊ってた。マジ、あ、私パパロピーズさんの時一瞬見ました。よかったじゃん。そう、めっちゃ、と思って。マイラーパーカーシャッパ、ドゥヒエモンさん、ありがとうございます。ダルマ、ありがとうございます。ダルマ、ゲスト本当に豪華、ね、めちゃめちゃ豪華。すごいよ。だって普段なんかダンスとかしない方もゲストになるじゃないです
それもすごい。プロのアイス。本当にね。いや声出せたら絶対さファンの人も楽しい。確かに。笑えるしね。絶対楽しい。あとなんだっけ司会の芸人さん。司会かとかね。バッドボーイズさん。バッドボーイズさん。そうだ。バッドボーイズさん私 YouTube 見てるんですよ。へえ。佐藤さんのサトミルダーズっていう。ファンじゃん。ありがとうございます。ただ。早朝系 YouTuber ってただただバイクいじるだけの動画でめっちゃ面白いんです。見てみよう。見よう。これ、あの福岡で九州の方で、おえこれ行っちゃない、あよかろうが。いいめっちゃおもろい。親近感ありそう。普通に見てるっていうかちょいちょい見てたからさ、佐藤さんだ、すごい。めっちゃテンション上がった。隣の子ミッサーに似てるね。ミッサーさん似てますか。似てます。嬉しい。あんなちょっとさ、あんないい人とさ一緒にしてもらって、あんな足細くてもダンスも上手い人嬉しい。確かに声出さないの嫌ですよね。もうさ声出したくなんないのかな。もうさなんかさマスクの上にフェイスシールドして、うん、こっちのフェイスシールドもして、確かにで声出していいとか。そしてあのもうあれね、ビニール一人一人ガチそうとかにさ、え声出したけどとかさ、峰岸さんの卒業声、え 出てましたよね。やっぱ出てたよ。出ますよね。おーって聞こえたよ。あおーってね、出ちゃうんでしょ。出ちゃう、ね、もう無理しく、おーいや出ちゃう最初から出てたもん。真面目の時さ、うん、なんか人を笑いさせるみたいなのあったじゃん。うんあれで、ね、あれ、あ真面目だっけ。うんレストのあれの時じゃないですか。悪い話みたいな。じゃあ違うわ。じゃあ茨城。あ、それは知らない。茨城で、なんか、ゲストじゃない、その、会場の人をちょっとニヤッとさせる。口角が上がるようなことをしてくださいみたいな感じで。うん、もう何でもいいですよ。燃えずるいな、お題。よかった、出なくて。絶対言っちゃでもいいし、ボケてもいいし、みたいな。何でもあり。そういう話でもいいし、みたいな、あって。みつほがと一緒にじゃあちょっとなんかギャグやろうぜみたいな、うん、でギャグやってで普通にフフフって聞こえてシャーシャー大成功っすよねって言ってシャーそう言ってた。あだからエイト君、あそういうこと、伏線だったんだそれは。何エイト君の、えもしあれはマジです。いや知ってるよ。いやあれはガチのガチでしょ。けどえ和賀さんのところは本気でしょ。本気っていうか和賀くん、えわざあれなんかスタッフさん、いやそんな中の人なんていませんなんていないよそんなですよね。妖精だから8です。8です。8そうだよ。8の妖精だから。そうだよ。岡部凛来るぞリンリンさん。そして本日の主役はもちろんこの方。似てる。岡部凛ちゃん、なあ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 、めっちゃ出たかった。あそこめっちゃ出たかった。いいな、羨ましい。オリジナル、うん、マスク食べしてるじゃんちゃんと食べます。いやもうチョコいらない。みんな食べない。チョコいい、これ痩せるやつですよチョコダメな人。え食べれないんですか、うん、なんでですか。美味しくない、あでも飽きるすぐ。こんなにあったら1個でいいかな。えチョコ凍らしたことある。えないです。そんなめっちゃうまいから。やってみよう。なんかカリカリ感がアップしてすごめっちゃなんか、あでもなんかバレンタインとかでめっちゃ作るじゃないですか、うん、でその時に凍らしたやつ食べたことある。美味しかった。あ生チョコじゃなくて板チョコを凍らしてるのが一番うまい。板チョコ凍らしたっていうかめちゃめちゃ硬くなるけど、うん、なんかパリっていけるから、うん、絶対うまい。あのあれの感じ、あの板チョコアイスの感じ。あーえ絶対うまい。もうめっちゃ美味しい。和俊先生さん、だるまありがとうございます。まーすこんにちはこんにちはやばいやば、明日髪の足を。確かに私の髪の毛が私の髪の毛がバグったんかなと思って明日ランリーさんの卒業セレモニーって言ったらいいのかな。そっか
そうなんだ。油断すると早く上げる、うん、でも板チョコだからね、いける。ちょっとあともう4あと4かけくらいしかないなと思う。それと凍らして食べて。あんまチョコ自体食べないんだよね。うん、まあ味落ちてもチョコレートの味だからいいかな。確かに。私はそんな高級チョコとか食べ、高級チョコ凍らして味が落ちたみたいな。そりゃあやん、それは分かる。高級のやつもすぐ食べちゃう。すぐ食べちゃう。うん、もうほんとお得用パックとか。確かに。を永遠に食べてる。覚えなきゃ。ゆきりんマニア。自分ですか。隣は誰や。隣はね、うん、なんか藤園レイって人がいるんですけど。え？ゾノがいる。ゾノさんいるんすよね。怖い。やめてください。どういうこと？どういうこと？え、ミスターさんの配信めっちゃ綺麗に ね、思った。なんでなんか私めっちゃ悪いんですけど。え、そう？なんかめっちゃ。なんで？あ、本当だね。これ何？アイコン。12。え、12？ 12です。12。あれじゃない？12。あの、しかもプロだよ。画面のさ、明るさじゃない？そういうこと。わかんない。画面の明るさマックスにしてこれ。あ、え、私あれ燃焼モード。燃焼モードって何？燃焼モード。省エネ。画面の明るさマックスにしたらめっちゃパッて見える。えーすごー。ピョーツさん結婚してスタッフ ありがとうございます。ヒカチューブ、え、サーティーン、え、サーティーン、サーティーン13出るんですよね、 iPhone。 そうなの。へえー、なんか出るみたいな。はい、いや、そんなさハイペースで出されたらさ、それ、ね、困っちゃう。確かに。え、もう、え、もう次何十万だろう。だってトエルブでも何十万レベルでした。何万だったっけこれ。でもなんだっけ、11だんだん高くなりますよ。11プロで。なんでやめてほしい。もうこれも古くなっちゃうじゃん。やだよ。え、でもなんかこのカメラのこの量、うん、まあ別11も12もいいじゃないですか。でも10からこれってもうマジで古い感じ出るから本当やめてほしいと思う。でも10が一番使いやすかった。なんか10あるよ。でかいやつ。10、あのなんかカメラがこう細長いやつ、こんななってる。あれ10なんだ。あれが10らしい。あ、でいい。あ、それです、それです、これ。7から11にバーンって変えたくて。やば。飛躍しすぎ。なんか11を買ったらすぐなんか12来年出ますみたいになったけど、うん、もういいやと思って11。え、そうや、先に言ってほしいですよね。ほんと先に言ってほしいわ。確かに携帯代はさ、私分割してるタイプなんですよ。分割っていうの、うん、だからその携帯代を払い終わらないと次に変えられない。そうそうそう。だから大体1、2年、2年かな、2年ぐらいかかる。そしたら大体2つか1つ飛ばしてさ、うん、変える。しかも2年ぐらいしたらバグってくる、だんだん。あ、確かに、うん、だからもうだんだんなんかあれが落ちてきますよね。あとさ、もうなんか秒で充電なくなる。わかるようになる。もうほんとやめてほしい。ほんとにすぐなくなる。なんか充電めっちゃ早いけど減るもめっちゃ早いって。わかる。 YouTube とか見てたらインスタとかも秒でなくなる。 Wi-Fi ないとかめっちゃ早くない？特に秒じゃない？確かに。ほんと、え？最後の 1% だけめっちゃあるんで。あ、これか。あ、これか。スプライト久しぶりに見えたじゃない、久しぶりに見たスプライト。イエイイエイイエイ。 TDC で買った。イエイイエイウォーウォー。イエイイエイ。明日お弁当なんだろう。え、明日6時半開演ってこと？どうしたっけ、そんな遅いんだ。夜なんですよ、うちら。ってことは朝遅いって信じていいかな。充電したまま寝るとよくない。なんか 80% で、うん、80% ぐらいで回復しました。抑えたらいいらしいよ。80% でマックス 80% ぐらいでやっといて、で、あの、なんだっけ、なくなるのも 20% ぐらいになったら充電し始めた方がいいんだって。へー。なんかその方がバッテリー持ちがいいって聞いたけどさ、そんなんさ、まだ 20% あるからいいやって思っちゃう。確かに。20% もあるじゃん。だって多分私はあと 14% ぐらいですよ。さっき 20% の警告出たから。
そうそう、友達とも寝るとよく。まあでも最近の最近のさ、あ、コンピューターはさ、充電したままダメなの？なんか過充電、もうダメなの、うん、なんかしてくれるよね。過充電防止のやつとかいっぱい入ってたりするからね。多分まあ少々は大丈夫でしょう。今年の iPhone はカメラレンズがもっと大きくなる、カマキリみたいになる。カマキリ、カマキリってどういうこと？ね、このこうでしょ。あ、目、ね、カマキリの目がボーンって。わかんないけど知らんけど、スティーブ・ジョブズですか？いっちゃうわな。カメラが2つのモデルはレンズが1列じゃなくて斜めになる。いいね。もう出てるんだ情報。わー、わかんない。すごいね。へえ。じゃあもうさ。でもさ、なんか画質いいって言われてもさ、別にわかんないよ、ね。よくわかんない。なんか昔のと比べたら多分確実に画質いいけど。でも良すぎも困る。毛穴とかめっちゃさ。肌荒れとかすぐバレちゃう。でも 4K とか撮れるようになったら最高だよね。いやもう一眼レンズ。一眼いらないよ。いらなくなっちゃう。みんな一眼。でも。確かに、ギガが。でもその分こっちのギガも増やしてくれる。でもそうやって高くなっていくんだよ。そうなんだよね。でももうそこまで進化させなくていいもん。未来とかはもうさ、それが通常になっていくからさ。確かに。 5G とかが、 5G が来たら 4K もう携帯持たないんじゃないもん。多分そうだと思う。なんかもう空中レコーじゃない？でもさ、羽田のさ、あれ空中で操作できるよね。嘘、やば、空中で。何何何、知らない。めっちゃ使ってんのに。いや、じゃあ JAL の、うん、なんかこうチェックイン機みたいなのあるじゃないですか、うん、え、それいいとこのやつじゃない？え、普通の普通の JAL のチェックイン機で、うん、なんか触れたらこう消毒とかしなきゃいけないじゃないですか。うん、確かに。だからこう触れるこう画面のこの辺でもポンと押される。こっから多分カメラがこう、すごセンサー。え、じゃあ迷ってる時どうしよう。迷った時ポンポンセンサーがついてて、でこうフンってしフンってしたら、あ、こうすればいいのか、押されてみたいな。え、すごかった、すごかったもん。マジかと思った。マジか。え、すごい今時だね。めちゃめちゃ、なんか私めっちゃ飛行機乗ってるはずなのに一生アップグレードできないんですよね。なんでなんだろう。なんでちゃんとポイント貯めてないのかな。貯めてるちゃんとマイル。いや、なんか貯めて、今時間がなかったら諦めちゃうタイプで、後からつけようと思ってもうつけないってなっちゃう。いや、後からつけるのめんどいね。めんどいですよね。でもあれでできるように、手荷物のとこでマイルお願いします。すげえ言える。私いつもあの自動チェックインみたいなやつのところでカード番号をやって。4K はでもさ、パソコンに映しても 4K のままっていうか、そういうのがいい。なんかさ、こっちで高画質でもパソコンに映してみたらめっちゃもう荒くなっちゃう。めっちゃ荒くない？やだな。なんか Twitter に載っけたら画質悪くなるの。あー、確かに、SNS に載っけたらさ画質悪くなるよね。マイルめっちゃ貯めてますし。え、ミッサーさんすごい最上だもん。マイル めちゃめちゃマイラー。え、めっちゃすごいですね。すごいとこ行けますもん、ミッサーさん。え、なるちゃんも行ってた。マイラマイラ、すごくね。私めっちゃ乗ってんのに、なんであそこ行けないの。なんで。めっちゃ悔しい。なんで。だってなんかすごい人ってなんか、そのもうすごい人たち用のなんかところでもうさーって荷物やって、なんかご飯とかもすごい食べれるんですよ。ジュース無料とか。一番行けるの？行けるんですよ。やば。の、私行けないんですよ。いつもギリギリすぎてあんま使えないんですけどね。めっちゃ羨ましい、あれ。やば。すごいよ。リッチじゃん。もうね、毎回こまめに貯めてる。えらい、ほんとえらい。私もう貯めれないタイプ。でもこれ往復がめっちゃ多かったりするからだと思う。確かに。なんかさ、公園とかめっちゃ出てたから、はいはいはい、去年おととしとか。8ありがとうだね。そう、8も B もあったから。あ、確かに県民席。しかもみんななんか忙しかったりして、もうめっちゃ出てたの。確かに。なんか8でさ、2、3番目ぐらいに出てたらしくて。すごい。誰と一緒だったんだっけ？ポジション。ミスターさん1人。あ、1人。あのチーム8の時、1人で私が途中で覚えた。レイちゃんが入って。一緒に同じポジション。でもミスターさんめちゃめちゃポジション覚えられてるから。あ、そう、もうどこでもいい、いろんなポジションすごいやってるから。うちのとこもやる。なんだっけ、キャンディー、キャンディー、キャンディーでもやってみたい。渡さねえぞ。
キャンディー。またされる、怖い。キャンディーは B でやる予定だったんです、本当は。けどユニット変わっちゃって、嵐になっちゃった。キャンディー、かわいい。またさねえぞ。キャンディーめっちゃマリアさんのイメージがある。マリアさんでピョンさんのイメージある。あ、わかるわかる。うん、あと、ひだやさんもね。ナナセのイメージ。あー、え、B でやってるから。ナナセさん、そうなんだ。え、エイトだったらあれですよね、パン屋さん。パン屋さん？パン、なんでしたっけあれ。ジュックレーネとパン、ジュックローネ。ジュックレーネ。ジュックレーネ。サヤリンやってたっけなって思った。ジュックレーネ。サヤリンさん何でしたっけ。サヤリンさんパン。パン。すごい。パンだ。え、そういうこと？違うわ。違うわ。違うでしょ。そう。で、公園って往復が多かったからそのたびにダメです。すごい。デートとかやってた。とかなんか昔ってなんかたった。もう本当に何時間かしか家に滞在できないので帰らせられたりとかしたくないですか。そうね、うん、もう家に2時間とかしか入れないのに、もうほぼ洗濯しに帰ってるようなもん。もう家にあの服とか取りに帰るように一瞬帰ってもうすぐ次の日朝来る。確かに夜に帰って次の朝一に行ったりとかありましたよね。最近さめんどくさくてずっとホテルに長居してる、うん、それが一番楽。ずっともう本当ね、それが一番楽。あ、ビーチをパン屋さん、うちのパン屋さん。確かに飛行機ってめっちゃ揺れる日とかある。もうその時もうありがとうみんなと。え、いつだったっけ。熊本マジ死んだと思った。え、いたよね。どっちどっちどっち行き帰り。熊本帰りは新幹線です。あ、帰ったのか。あ、そうだ、新幹線。なんか熊本で帰ったあ、そうか、レッスンがあったのか、うん、人たち。熊本で帰ったんだけど、もうなんかこっちも揺れるし、こっちも揺れるね。ジェットコースターみたいな、本当に死んだと思って。え、最初からですか。隣にさ、最初から、本当に最初隣にさ、通路挟んで隣にミスさんいたの、はいはいはい、これが普通って聞いちゃったのそれが普通って、これ結構ひどい方ですとか言って。やば。でも私、縦はめっちゃある。なんか一回着陸しようとしたけど、また上に急に上がるとか。あるあるある。なんかもう混んでるから、飛行場がみたいな。そう、キュウさん、めっちゃ怖い。ありがとうございます。死んだと思った。あとね、なんかみんな寝てたんだけど、本当にもうなんかもうこんな感じで揺れてあったよね。こんな感じで正解だった、あれは。怖っ。で、みんな寝てる人も、いや起きちゃうよみんな、え、死ぬ？え、死ぬ？みんな、死ぬ？みんな、みんなで、今までありがとう。やだ、もう。隣の隣がさ、スタッフさんだったから、うん、隣もスタッフさんで、隣も隣も、うん、その隣の隣のスタッフさんが、うん、あの、だったんだけど、もうめっちゃ冷静。あ、こういうこともあるよね、みたいな。やば。そうそう、でも九州の子たちはさ、慣れてるからさ、うん、九州とか、そのいつも飛行機組は、うん、慣れてるから、みんな、怖いですよね。あ、今日ひどいねみたいな感じだったけど、もう慣れ乗り慣れてない人たちさ、やばい。みんなすごかった。やばいやばい。帰れない。怖。え、横どっちもってあるんですね。どっちもあんまないかもしれない。岩田さんハートオンパレードでます。すごい。そう、飛行機。天気悪かったんですか？特にそういうこともなく。いやでも風が強くて。あ、風ね。そう、あの乗る前もすごかすさまじかったもん。噛み込んだのみんな。え、でも熊本あの着いた時、熊本入りの時ももうキャリーケースもめっちゃ引くの大変だってイメージある。なんかすんごい熊本。ああ、だってあれじゃん、その日前の日とかもさ、うん、なんかもうレイちゃんスカート着て伸びきまくりみたいな。そうだ、だって熊本のさ、熊本と写真撮ったんですけど、人形と。もうなんかなびきすぎて、こう押さえてた。もうウェディングの人になっちゃう。そうだからずっとあの巻いてました。あの、そうだよ、上に羽織っててめっちゃダサかった。めっちゃ揺れましたね。怖、やばかったね。飛行機はマジで過去一だった。本当に怖。いや、飛行機は怖いな。これ着陸できないんじゃないって思った。そんなレベル、普通に。うん、怖っ。いやー、飛行機怖いですよね。でもほんと揺れない時は、うん、なんかもう、え、今着陸したんだみたいな時もありますよ、逆に。わかるわかる。確かに。もうなんかスーンってっ。めっちゃ上手い人いるよね。めっちゃいる。なんか逆に上がる時も、なんか、え、もう上がったんみたいな。外見て、ベテランだろうね。ベテランなのか、新米のエリート。OK 。
そう、着陸するときにもううーんっていく人たまにいるよね。逆にもガタン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 の人もいる。風だよ多分。風ですよね。なんかさ、着陸してもこう入れるときない、うん、あるビューンビューンみたいな。飛行機は通路派です。私窓際派ですね。私は窓際だ。窓際でこうやって寝る。窓一緒4日かかる派。そう無理。その隣に人がいたら嫌だ。あ、そう。なんかさ、確かに圧迫されてるから、なんかもう自分はそこから動けないんだって思っちゃう。とかまだなんかメンバーとかだったらいいけど、全く知らない方とかだったら、うん、絶対窓際がいい、うん、それだったら。それかもう誰もいないか。通路側はさ、なんかさ、早く出ろ感ない？確かに。なんか着いた後にさ、うん、こうめっちゃ焦っちゃうなとか、特にスーツの方でなんか出張とかなんだろうなと思ったらもうすぐ出る。すいません、はい、あ、すいません、すいません、すいませんって言ってすぐ出る。すいません。でも、でもトイレとか窓際だったらめっちゃ行きにくいっていうのもある。トイレでもそんなに行かない、行かないからな。私めっちゃ行っちゃう。アイドルだから行かないからな。えらい、私そういうのいい、そういうのいい、そういうのいい。えら、ちゃんと私乗る前に行かないタイプなんですよね。行かないからな、アイドルだから。さすがぴょんさん、うん、でもあれでね、確か大西がめっちゃ飛行機嫌いだったよね。 あ、そうなんだ、うん、そう。どっか石川の時めっちゃ揺れたのがトラウマみたいな。へー、あ、そうなんだ。なんかどっか愛媛かどっかに飛行機で行くみたいな、うん、愛媛か忘れたけど、うん、で、なんか隣がハッツで隣がももちゃんだったんですよ、うん。そしたらもうハッツの腕にこうやってかわいい、こうやってずっと下向いてた。かわいい。それがおもろすぎて、めっちゃかわいい。ずっとハッツと2人でめっちゃおもろすぎる。もしどうするんだろう、めっちゃおもろい。あの隣も知らない人で、隣も知らない人だったら、確かにもう我慢するじゃん必死に。いいです、おもろすぎる。そういう移動の時ってたまにファンの人とカプリじゃないですか、うん、見た時どういう気持ちなんだろう。あ、俺の牛ってなるのかそれともなんか見て見ぬふりなのかな。確かにね、気になる。一回みんなで、あのなんかターミナル移動のバスあるじゃないですか、うん、ああいう系に乗った時になんかファンの方とかも結構いて、でなんかアイの隣にアイのキーホルダーってファンの人がいて、多分いる、顔見知りだったよね、もう知ってるファンの人に、うん、えみたいな、アイリもで、ファンの人もええアイリッセンみたいなで、およみたいなお互い微妙な空気、お互い微妙、お互いびっくりしてる、ね、いやでもそうなりますよね、現実であったら。確かにね、もうどうしていいかわかんない。だって握手会とかだったらもうそのために会いに来てるから絶対会えるってなるけど、用意ができてるからね、心の。急にさ、街の子とかでさ、電車の隣とかどうなるんだろう。確かに。でもね、ファンの方治安がっていうの、なんていうの、マナーがしっかりなっていらっしゃるじゃないですか。確かに、ね、だからさ、AKB のファンの方々、ね、なっていらっしゃるじゃないですか、なっていらっしゃるじゃないですか、だからさ、ね、そんなさ、なんかプライベートっていうのなんかあってもさ、ね、そんなね、なんか攻撃してこないさ、怖くない。新幹線でよく見かけたけど基本知らふり、戸惑って声かけないようにしてる。え、でも人によるように声かけてほしいって人と、うんうんうん、なんか確かに。でも全然その時の場合によるだから声かけないでほしいって人とか、確かに一人とかだったら ね、ちょっと怖くなっちゃう。え、どっちだろう。握手会の帰りに逆に向こうのメンバーからヤッホー挨拶されたことある。めっちゃ認知されてる。確かにね、知ってる人とかだったらさ、あ、ヤッホーってなるよ。すげえ。誰だっけな、あの広島にツアーで行って、うん、で次の日のんのんのパパが宮島連れて行ってくれて、すごい。そうで宮島行ったんですけど、もうみんなさ、そこ行くじゃん、観光スポットだから。確かに次の日めっちゃ会って、で、あ、え、みそじゃんみたいな。すげえ。なんかみそじゃんってか、えみたいな、で目合って、え、ヤッホーみんなで、あ、みんなヤみんなそう、楽しんでるとか言ってまだコンサートしてるわだからファンさえぐい。静岡ツアーの帰りの新幹線待ってるとき、リッセンとイチャイチャしてるピョンと会ったことあるじゃあラムネ買ってたらさ、みんなが行っちゃってさ、あ、なんか富士山サイダーみたいなの買ってたら、うん、みんなが行っちゃって、そんなのあるんだ。
リスアイドだけ残ってた。イチャイチャしてた。静岡か。楽しかったな。うま。見かけたら声かけてほしいタイプですか。どっち？でもいい。でもめちゃめちゃレッスン着。あ、確かに。なんかずっと戸惑ってつけてこられるより。それは怖いね。一回話して。それ普通に人間として怖いから。確かに。普通の人間の人、人間の人。普通の人間。普通のもう本当に一般。一般の方でも怖いと思う。友達がさ、戸惑ってずっとついてきて。怖い。怖い。怖い。逆にどうしたん？逆にヤッホーって言ってほしい。確かに。一言ね、言ってね。確かに。メンバー目立つんで同じシャルってわかる。目立つのか。いっぱいやからね。でも、あれだね。なんかさ、女子校の修学旅行みたいな感じでさ、もうズル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 行くからさ、うちら。誰かにさ、うん、なんか、修学旅行ですか？って熊本のとこから聞かれてさ、うん、誰かがさ、スタッフさんがさ、あ、はいって言ってさ。違うよと思って。スタッフさんめっちゃおもろい。ゲル冷静すぎ。はい。修学旅行、修学旅行にしたらみんなねすごいおしゃれな格好して。でもその年齢幅すごくない？だってさ普通に空港でブワーって行ってる時もさ、うん、修学旅行みたいな人結構いるよね。確かに。でもさ全員が全員さもう帽子してマスクしてってしてたらさあ芸能系なのかなって思ったりする。確かに。けど私たちってそんなしないですもんね全然、うん、そう今の時期マスクしてるから。確かにみんなマスクしてるからね。うん。ゆうりまるおしさんありがとうございます。6時半。あ、1時間してる。やった。1時間した。したわ。レベル高い学校だって。どういうどういう、うん、こんばんは。女子校絶対美容系の女子校やん。確かに。あ、確かに。美容とかファッションヘアヘアとかな、そっち系。メイク系、すごい。じゃあそれでは順位を読みたいと思います。佐賀ツアーの時、駅でレイちゃん神対応、駅だった。え、嘘？佐賀ツアーで？佐賀ツアーっていつ？どうやって帰ったか忘れたんですけど。確かに、佐賀ツアーどうやって帰ったっけ。え、佐賀ツアー私どうやって帰ったの？え、でも朝一で、うん、え、どうだったかな。佐賀ツアーはどうやって帰ったんだろう。電車か新幹線とかじゃない。新幹線かな。あ、違う。でも私全員と一緒に帰った。だって佐賀ツアーの次の日公演だったから。うん、浜さんとかめっちゃきついってみんなでなって。そうじゃん。それも2回公演2日間、ね、え、やった。うちらもやった。なんかですよね。だから多分一緒に帰ってた。佐賀じゃない、佐賀じゃない。そう。だからそのまま来たの。あの茂木かすみが卒業公演、卒業発表した次の日。どっかでの次の日に岩手かあったのリベンジが。すごっ。うん、で間に合マジ間に合わなくてみんなギリギリ、みんなギリギリ。なんか佐賀だったからさ、うん、落ちやくてレイちゃんにしていただいて、うん、なんか気遣いで。いや全然いい。レイちゃんめちゃ動いた次の日に公演になってかわいそうだ。どうまいどうまい。でもめっちゃいた公演の人たち。浜さんとかね、めっちゃいたね。あかりんさんとかもだったかな。みんな大変そうだった。じゃあ13位ドゥフィゲモンさんありがとうございます。両天さん声が大きいので分かりました。12位天使閣さんありがとうございます。11位プッチーニさんありがとうございます。キョウちゃんは笑い方で分かる。10位ももろさんありがとうございます。9位ハウさんありがとうございます。8位マックスさんありがとうございます。なんで7位ベベモンさんありがとうございます。確かに、ね、6位 YSS ありがとうございます。5位ライムさんありがとうございます。4位ウホウホさんありがとうございます。3位ケイさんありがとうございます。2位セッキーさんありがとうございます。1位川北彩さんありがとうございます。前ジャパンさんも音符たくさんありがとうございます。お腹すいた。前ジャパンさん、え、私推しだと思ってた。お腹すいた。あ、でも今日初めて来てるかもしれない。多分ピョンさんに向けて。あ、そう、私推しだと思ってたよ君は。てかピョンちゃんにもらったさ香水永遠に使ってるんですけど。実はすごっ。めっちゃ前にありがとうございました。サムライウーマンのピンクのやつ。おうおうおう。あれめっちゃラストノートめっちゃいい匂いって最近気づいてめちゃめちゃ愛用してる。なんか固まってるんだけど。カマも笑い声でわかる。確かに言ってるわ。終了できた。わかるでしょ。みんなわかるよね。でも声でってことでランキング読みます。
13位、阿部さんありがとうございます。12位、マサさん、ミサ最高ありがとうございます。11位、カバケチさん、ミサさんのありがとうございます。10位、ベルちゃん会長さんありがとうございます。9位、MT ゼロナさんありがとうございます。8位、ヨミさんありがとうございます。7位、レザさんありがとうございます。クッショ。6位、ジュダスさん、ミサさんのありがとうございます。5位、キエさんありがとうございます。4位、ゾーネさんありがとうございます。3位、アネさん、ミサコ最高ありがとうございます。2位、ジョークスノーさんありがとうございます。1位、竹本さん、ミサさんのありがとうございます。ということで終わりたいと思います。ということで終わりますね。4721人ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。バイバイ。